もアイロンです。はい、はい、ということで、はい、本日また三宮に来ております。はい、いや、ほんで三宮に来とうってことは何をするかっていうことが一番多分気になると思う。はい、今日はリトルっていう三宮にあるバーがあるんですけど、もともと YouTube してて1年前ぐらい、俺らが早く、はい、でラッキーストライクっていうチームでやってんねんけど、最近全然動画上げてる。ほんでなんでなんっていう電話して、でしたら編集が全然おらへん、編集者が。だからちょっと今日は半日だけくリトルのせいやに編集を教えてきたが編集できるようになって、で今日編集のやり方を教えて、で教えたせいやが1分間動画を自分で編集して、でちょっと今日は皆さんに YouTube の編集ってできるんや1日でみたいな感じのやつを見てもらえたらなと思っております。それではせいや編集教えていきます。はい、ということで、せいやもう一発目からもう500人とか再生数1000ぐらい超えとるから、完全に花があるし才能あんねん。だからもうやるんだともったいない。面白いし、ゆうだろこに背中押してもらったからね。そうだから、もうちょっと今日はせいやに編集の技術、翔太が教えてあげて、ちょっと編集の技術を培って、で YouTube をラキストっていう概要欄貼っとくんで、ラキストでどんどん YouTube 発信していってくれたらなと思います。はい、ちょっとだけ待って、ちょっとだけ待ってな。誰誰ちょっと緊張してるやん、ちょっと緊張してるやん。それ誰ですか、2年前に路上ライブで47都道府県回ってたやつ知らん。あ、嫉妬、嫉妬ですよね。うん、ねえですよね。秋歌舞伎ものです。はい、ということで、ちょっと秋葉さんもう交えて、せいや翔太が動画編集をできたしていくと。お願いします、さん。はい、お願いします。じゃあそれではラッキーストライク、ハッピーハッピー、よいしょー。せいやです。秋歌舞伎もです。ラッキーストライクです。それもおもろいから、はい、食っとるやつもおもろいから。はい、ということで、今ちょっとこれから2人で動画撮っていくんですけど、お願いします。はい、さっき撮ったオープニングを簡単に編集していきます。で、編集はもうカット、テロップだけ覚えたらとりあえず綺麗な動画には一旦なります。で、まず Adobe Premiere Pro を使ってるんですけど、はい、で、ここにさっきの撮った動画を入れたいんで、私のマーケットみたいな感じで、グーの前に笑いが見えないんで、次の点がない。まあ、ちゃんと見て考えることやめない。喋り始めたんだ。笑絶対する。何でもなれ、どうにでもなれ。で、一旦ちょっとカットの制約に教えて、でやっていきたいと思います。いや、いつも。ハッピーハッピー。はい、ということで、はい、簡単な編集ですけど、やり方を実際にやってもらった動画がこちらです。ハッピーハッピー、よいしょー。せいやです。秋葉部長です。ラッキーストライクです。まあ、今回ね、編集者がちょっといなくなって、僕たちだからもう僕がちょっとリクを、まあ、リクじゃないんですけど、リクを支えるためにちょっと編集を覚えようかなと思って、まずこの動画を編集していきたいと思います。翔太さんに教わって、で、秋が着物は何時期なんですか。僕ですか。はい、僕今日お悩みがありましてですね、それをちょっと翔太さんに、翔太さんに聞いていただこうかなと、はい、思って来させていただきました。ただ俺のオチに行ったら、俺は、まあ、自分でリフォームの営業とか外壁塗装の営業とか外注駆除今やってて、でそれで仕事を変えたらどうなんやけど、そしたら従業員も使うこと自分で必死で集めたけど、何人か集めたけど、つい1週間前に仕事がもらえなくなってしまって、それをどういう風に仕事を取ったらええかなっていうので、翔太さんに教えてもらいました。はにゃポジティブは足りない、社長やろ。ダメダメダメ、しっかりしろや、社長やろ。社長じゃない、専務取締役。いや、待て待て、いや、待てよ。
俺の相談はだから翔太に動画を教えてもらう編集層ね。だからもう俺の面白さで言ったら今から頑張っていこうって言ってラッキーストライク作って動画2本上げて1人編集者消えてね。落ちやもんそれが。あげますよ。てか沖縄の C さんってどんな形してるんですか。沖縄の C さん違う。分からへん。 C さんはい、どうでしたか。いや、めっちゃ分かりやすかった。分かりやすかった。でも1日で編集でここまでできたら結構良くない。編集って結構難しいような感じで思ってるかもしれない。結構簡単やん。やったらできるからぜひ皆さんにやっていただきたいなと思います。センスも大事だね。あと あるある。だから自分が面白いっていう基準を置いてやってったらみんなも面白いと思ってくれるから。どうでした。ああもう勝ちました。勝ったやん。勝ちました。何人勝った。もう多分5分後に仕事来る。何でしょう。ない。はい、これは5分後に仕事来るっていうのは次の動画で、はい、分かると思うんで、はいはい、ぜひこの動画いいと思った人はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、最後に今日も一日元気ポーズ、頑張れよ。ありがとう。